みでーす。今日はザラで買ったお洋服の購入品紹介をいたします。なんでこんな顔かというと、すっぴんだからでーす。ではご紹介しまーす。まず1点目はこちら、じゃーん、ダメージデニムでーす。これはいくらだったかな、いくらだったかな、これあれいくらだったかな、あれ値札ついてない、値札ついてないぞ。あれあれあれ、最初からやっちゃったな、これやっちゃったな。確かこれね、ユーロサイズで40、ザラはサイズ展開が豊富で私は大好きです。あのがっちり体型、カンドリシノブ体型の私にはもうザラはぴったりです。これはね、確か11号から13号のダメージデニムでーす。2点目はこちら、ビッグサイズのシャツでございます。透け感があって、透け感があってかなり大きい、ポケットもあるし、これは M サイズで5990円でした。春夏にぴったりな感じのシャツです。後で着てみますね。じゃあ次は3点目はこちらです。これもまたデニム、下がこんな風にゴムでしぼまってます。しぼまってるっていうの、これすぼまってます。このもんぺのような感じの、やっぱりこう普通のデニムよりはちょっと薄い生地のゴムでいい感じのデニムです。これも3号から11号のやつを買ったはずだが、ちょっとね、値札がねどっか行っちゃって、後で記しておきます。次は4点目はこの赤い、わけわかんないでしょこれね、これわけわかんないでしょ、カシュクールになってるなんかトップスでございます。こちらも M サイズで5990円。 M サイズ、これもね9号から11号だった。これも後で着てみます。これもね、何袖っつの、このラッパ袖みたいなやつで、なんか夏にいいかなっていう感じです。じゃあコーディネート、他にも最近買ったザラのザラ縛りでコーディネートしていくよ。はい、ここからはアフレコでやらせていただきます。いや、すげえな、この静電気の髪の毛がやばいですね。はい、こちらビッグサイズシャツ、思ったよりビッグでしょ。これすげえ、もうワンピースになんじゃねえかっつくらいビッグ。もうね、これね、めっちゃ気に入った、めっちゃ気に入った。これポケットもでっかくて、なんかね、あれね、一生懸命喋ってけどね、アフレコだから喋る意味ないよ。このね、なんかね、落ち感のあるというか、さっと下にザッと、なんつったらいいのかな、この語彙力ないからごめんなさいね。で、この下のね、デニムをね、あの下がつぼまってる、しぼまってるがなね、しぼまってるがな、これかわいいなと思って、これめっちゃ楽よ、このデニムめっちゃ楽で、めっちゃおすすめ、これマジで。今日ね、あの今ね、夜中の2時半なんですけど、あの仕事にもすっぴんで行ってますから仕事にすっぴんで行って、で帰ってきて動画を撮ってるっていうね、この頭のおかしい感じね、やばいですよね、本当に本当にやばいですよね。
そして次は、すげえの。その静電気なんとかしろって、本当に。このね、赤いカシュクールのさ、飛んで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 、なんつってやってけどね、カシュクールのやつがなんかね、着方がね、ちょっとむ難しいっつうかね、後で言いますけど、でもこのお腹が出てんのが隠れるし、いい感じにその腕の太いところも隠れるし、でもね、これね、9号から11号だった割に、あ、でもそのくらいなのかな、ちょっとちっちゃい感じしたんだよね。もうブラジャー出てますけどね、ほんとすいません、汚くて。で、このダメージのさ、これいいよね。この顔にもダメージ打ってんのに、ズボンにもダメージ食らうみたいなね。で、あのさ、背中のさ、肉やべえよね。背中の肉やべえなって思いながら、もうちょっと痩せなきゃだなって、最近太ったんですよね、まだね。167センチの66キロ、6キロ。66、腹が出てるからやめなさい。腹が出てるからやめなさい。ちゃんとしまいなさい。そしてね、ここでね、コロスケが悪さをしてるのに気づくんですよ、私。ほら、今気づいた。コロスケが私のグッチのパーカーをガブ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 ついてたのよ。急いでちょっとやめなさいやめなさいっつって行くんだけど、危なかった。これチャックぐちゃぐちゃにされそうだった。はい、お次はこちらでございます。こちらはね、紹介してなかったけどね、あのシワシワシワボンボンボンっていう生地のいい感じのワンピースです。これも11号から13号のワンピース。そして下に、あの、フレアデニムね。フレアデニム。これどちらもザラでございます。中に着てるインナーは、なんか10年前に買ったんだかなんだかわかんない、ちょっと、フルボゲダーキャミソールで、なんか透けるから捨てようと思いました。この動画を撮った木に、透けるから捨てようと。なんか変な風にゆらゆら動いてますけども、このワンピースは、ほんとこれめちゃめちゃおすすめで、あの、1回2回洗ったんだけど、ほんと最近買ってね、もう、どんなにシワシワになっても、シワシワにならないっつうが、なんだかよくわかんないシワが。そして、旅行とかに持っていくにもね、ぐちゃぐちゃって入れても、大丈夫な感じ。これサムネの撮影するのが、サムネっつって。本当これはいいワンピースですよ。ということで、ザラの購入品紹介でした。私が一番気に入ったのは、この、下マスを待ってるデニム、めっちゃ楽で、めっちゃ気に入りました。もう楽に走っちゃう、私。オイラは楽に走ってしまう。で、このビッグサイズのシャツも、めっちゃおすすめ。痩せて見える、痩せて見える、痩せて見える。あとね、ちょっと前に購入したこのボコボコしてる生地のワンピース、これもね、これ11号から13号サイズなんだけど、もうね、伸びるし、これぐっちゃぐちゃ洗濯しても全然シワになんないし、もう何がシワだかよくわかんないし、これもね、おすすめですよ。めっちゃおすすめ。これこのダメージデニムはサイズ40だけど、あのね、私太ったんだかなんだかね、ちょっとこれがちょっと小さめにできてんだかね、ちょっとだけあーって気合い入れないと着れないんだけど、でもこれも可愛い。これもめっちゃ可愛い。まあ、自分の顔はダメージ加工なんだけど、ダメージ加工可愛いです。これ夏ガンガン履こうと思います。そしてこのフレアのデニムね、これは前回のファッション動画で紹介した通り、この裾をね、ちょっと長かったから、ライトオンで切ってもらったんですが、これももうめっちゃお気に入り。これはね、本当に着回し効く。まあデニム系は何でも着回し効きますね。本当。あの、この帽子、ちょっと様子がおかしくないですか？これは、めっちゃお気に入りの、カシラの、これ、カシラの
カシラってこれ、こういうブランドね。カシラの帽子だったんだけど、コロスケに見事にやられました。またまたやられました。もうコロスケはろくなことしません。本当に困ってます。どうしたらいいんでしょうか。なんか、しつけのスクールに預けた方がいいんでしょうか。これ見てくれ。あとは、この赤いね、カシクールの、これもね、かわいいでしょ。でもなんかね、ちょっとね、着方が難しい。むずい。こうやって、結んで開いて、手を打って結んでみたいな着方だけど、でも、これもね、夏ガンガン着ようと思います。赤の服なんて買うのはちょっと珍しいんだけどね、いっぱい着ようと思います。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。これで、ザラの購入品紹介を終わります。皆さん、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ここ最近ちょっと、更年期障害で具合が悪くて、何日か動画が出せなくてすいませんでした。今日は、すっぴんだし、髪の毛が静電気だらけで、なんか、なんだかなーっていう感じでしたけど、また、よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。400人達成したので、目指せ1000人、行くぞー！応援してねー！バイバーイ！